足の向くまま行ってます。妖怪アンテナ発動させて、なんかすごく気になるんですよこっちが。うわ怖い怖い怖い。あ、こっち向いてる。汚い服着てる。あれあれおかしいよ、いるもんその先に。こっちで話しましょうよ。俺この人と話できるわ。みんないないんだって、いなくなったんだって。はい、始まりました。田川寛太郎の一人会議が作戦というね、やってるんですけども、頑張っておりますよ。もう本当に、あれ先週何やったんだっけ。あれもう1週間前のことを覚えていないと。うん、先週なんだっけ。そんなこんなで、やっとるんですけども、もう12月に入ってるんですけども、あったかいですね。ねえ、めちゃくちゃあったかいですよ。ほんでこれもう秋なんじゃねえかな、春なんじゃねえかなという話をしてたら、コンビニのおばさん2人が入ってきて、おばさん2人とも半袖の T シャツでしたね。それはもうそれは無理。おばちゃんそれは涼しすぎだろうみたいなね、っていうような形なんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。田川寛太郎一人会議大作戦でございます。さて今年も残すところわずかでございますね。今週終わりましたら来週ですね、ついにガチシリーズファイナルツアー開催されております。でねえ、おかげさまでですね、予想以上にお客さんがいらっしゃいまして、正味な話、僕ね5、6人だと思ってたんですよ。値段も値段ですからね、5人か6人でしょとか言って、でそのパス借りるって言ってもね、5人や6人だから、最終的にはそのバスもタダじゃありませんので、まあそれをバスはキャンセルしてね、このガチプリ乗して、まあ心霊スポット行けばいいんじゃないのって、っていう話をしてたんですよ。バスを借りないと無理になりました。で、おまけにですね、そのバスもですね、サンバレーナス様です。ナスさんとですね、打ち合わせしてたバスじゃ乗り切れませんね。さてどうしましょうと、いうような話をですね、今サンバレーの人と、ああでもないこうでもないとお話ししておりますね。すごいですねって、まあ団体、扱いは団体扱いなんですけれども、団体にしても結構な企業のあれですよみたいなのでね、夏やりませんかねって逆に言われまして、いや夏やりませんじゃなくて、やっぱりああいうねサンバレーナスさんからするとシーズンハイシーズンね、あとはそのそういうシーズンじゃない時期がありまして、そのシーズンじゃない時期にやりませんかねみたいな話を言われまして、まあこっちですわみたいなね、というような話でですね、やらさせてもらっていることになりました。来週、それがね行われまして、ガチシリーズファイナルツアー、まあその模様は若干大晦日のですね、本当の意味のガチシリーズの最終回で、見ていただけるんじゃないかなというふうに思っております。ね、っていう形で、まあ来なかった人はもう時短だみたいなね。ただね俺思うんですけどね、値段が高いからその来たくても来れない人らもいますよね。そういう人には申し訳ないなっていう、いつものね2000円だ3000円だっていうチケットだったら来ないあんたが悪いって言えるんですけど、残念ながらですね、値段が値段ですので、ね、来れない方もたくさんいらっしゃったと思いますね。だから本当にねガチーズ応援してくれてありがとうございますと、いうふうに思っております。まあ来週ね、まあ当然そのファイナルガチリーズファイナルの撮影があるんですけれども、まあ泣くか泣かないかっていうのをみんなでかけてまして、泣くわけねえだろうって言ってね、っていうような話をね、してるんですけれども、どうなんでしょうかね、ということで、まあ僕はね基本的に楽しみにしています。
すごく楽しみにしてます。温泉に入れるからね。今までガチシリーズをね撮影しても温泉なんかなかなか入れないわけですよ。うん、それを考えたらですね、温泉に入れるのは非常に魅力的ですね。というような形で、まあほぼ満員御礼でいいんじゃないかなと、いうふうに思ってますね。本当にありがとうございました。来週ね行くぜっていう人は楽しみにしててください。非常に充実したね内容で展開させていただこうかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひお願いします。さて、今週の田川寛太の動きなんでございますけど、当然ね今日土曜日でございます。もう上がってるかな上がってないかな、まあ分かんないんですけども、私のですね、トークライブねやりましたね。そのトークライブをですねの模様をですね動画に撮っておりました。それをほぼ、まあ、ノーカットじゃないんですけど、まあ、ノーカットは有料版で見ていただくことになると思うんですが、動画を配信させていただくことになりましたね。来年のね2月にやるんですけれども、もう一度ね、その宣伝も兼ねまして、どんなトークショーをやるんだっていうね、の指針としてですね見ていただきたいなというふうに思いまして、皆さんにねこのトークショーの動画を見ていただきたいと、いうのでですね、来年の2月やるんですけれども、当然その動画のチェックをするわけですよ。これはその動画のチェックをやるときに、俺がお辞儀するとですね、もうね髪の毛が本当に薄くなってるんですよ。恥を忍んで言いますよ。で、もう俺チンコ立たなくなったらちゃんと立たなくなりましたって言うしね。まあチンコは相変わらず立つんですけれども、ハゲですよ要は。これつむじハゲっていう。でこれがどうしても許せないんですよ。もうみっともなくて、ほんでいろいろね、確かに動画チェックね、吉良と一緒にやってた時というのは、いろいろ出てきまして、そのたんびに、うわー、ハゲだ、かっこ悪いとか言う。脳天じゃないですか。ならね、俺からするとザビエルみたいなわけですよ。フランシスコ・ザビエルみたいな、ハゲなわけですよ。だから僕、それを見るたびに思うんですね。お前、何新しい宗教でも広めるつもりでいるの？で自分で突っ込んじゃうぐらいもう悲しくてですね。でまあね、大きいお友達、ゴルフ場のねお友達とかもですね、まあまあいいんじゃないの年相応でって、もう51にもなったらそれはハゲもあるよって、ハゲハゲとか言われて、それ嫌ですよ、俺ロックンローラーですよって、ロックンローラーでもハゲはいるよって、っていうのでね、家に帰ってまんじりともせずですね、じーっとしてたわけですよ。ほらその時にですね、あるいろんなものをその見た時に、ディープパープルのリッチー・ブラックモア大先生がですねこういうコメントを、ね、残してるんですね。それを読んだんですよ、ロッカーはデブは許すけどハゲは許さねえってリッチー・ブラックモア先生が言われてるわけですよ。私ですね、その時時間が6時半、夕方の6時半ですよ。で、行きつけのね、カットサロン遠藤という、差し置き駅10分、歩いて5分ぐらいかな、歩いて5分、カットサロン遠藤、ね、いつも遠藤さんにお世話になってまして、私はもうその遠藤さんにしか髪の毛をいじらせないわけでございます。6時30分に電話しました、カットサロン遠藤に。遠藤さん、今から行ってもいいですか？明日じゃダメって言われまして、それはそうですよね、7時に終わるんだもん、あと30分しかないわけで、いやもう困ってるんですみたいな話で、じゃあすぐ来てください、1分で来てくださいって言って、分かったって言って、ほんで行ったんですよ。ねえ、ほんで、いやどうしました高橋さんって、いやもうハゲが許せないって言って、ね、ハゲが許せないんだと、なんとかしてくださいって言って、こう2人でですね、ああでもないこうでもないという話をして、でもそのねプロが言うんですよ、年相ですってって言って、その薄くなる部分とかね、そういったものは年相なんだから気にしすぎですよって、
ダーザなんてまだアローなんですよって言われて、いやこれは許されないと。なるほどね、確かに満月みたいなね、ハゲ方っていうか薄さになってますと。うん、わかりましたと。これが満月で、その山の近くにある満月は大きいですわって言って、でもあれはね、目の錯覚で、うん、大きく見えると。要は空の上にあるちっちゃい月にすればいいんでしょって言ってそうです、その通りですわかりました、頑張りましょうっていうので、もうとにかくサイドとかあれをもう短くしてですね、もうこれぐらいもうざっくり短くするわけですよ。うん、ね、でこの上の部分はまずこうやって隠しましょうと。うん、で、次は下ですね、これてっぺんですというのでね、てっぺんの方もですね、あの手この手を使ってですね、今ほとんど目立たなくなりました。もうありがとうございますと言います。終わったのが9時ですよ。あ、違う違う、8時ですよ。7時に閉店なのに1時間も残業させちゃいました。ね、ということで皆さんね、カットサロンエンド、ね、JR 川越線佐生駅歩いて5分、うん、ね、田川寛太の髪を唯一いじれる男がやっておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。と、まあ、いうふうに思ってるんですけどね。でもこれからどんどんね、そのごまかしも効かなくなってきてる、来てくると思うんですよ。ね、まあ、そうなったらね、もうスキンヘッドにするのかという話もあるんですけど、その時に言われましたね、うん、俺ハゲたら絶対スキンヘッドやるよって言って、スキンヘッドした人見たことないですって言われてああ、わかるなそれって言われてみたら、俺も多分やらないかもしれない。どうするってどうする俺みたいなどうする俺じゃねえよもうね、っていう感じでね、頑張ってはいるんですけど、本当ね、トライスは、羊毛剤とかね、そういうの、まあ、あとなんていうんですかね、皮膚科に行ってね、そのてっぺんの頭頂のあれを保険効くなんか治療法があるというのでやろうと思うんですって言ったら、またその遠藤さんがね、まず痩せないとダメですねと言うんですよ。え、なんで痩せないとダメなんですかって言って、太ってる人で治療で成功した人も僕見たことないって言ってそうなんですかって言ってすごい臨床結果してますねって言ってでね、まあ髪のエキスパートがそう言ってるんだから、無理なものは無理なんですよ。ショックですわ。ハゲで悩むなんて思わなかったですもん、昔は。ね、確かにね、もうこの年になったら髪の毛がもう本当に伸びないんですよ。ね、あれガチシリーズの時僕結構伸ばしてた時あります？全然覚えてねえや。ね、後ろで縛ってたぐらいの時代があったような気がするんですけどね。後ろに縛ったりとか、あと金髪にしてた時期もありましたしね。そういうのもありますし、まあとにかくこの肩ぐらいまで伸びてるのもありましたからね。そういうのを考えると、もうあれですね。俺もやっぱり年相ですな。リーゼントビャー髪がもう固めて、もうオールバックにするしかないというような感じなんですけども、皆さんはどうですか？これでもうチンコも立たなくなったらもう終わりですからね。まあハゲはまあいいわみたいな。これでチンコが立たなくなったって言ったらもう何を楽しみに俺は生きてるんだと心の底から思います。ねえ、タバコもやめ、こういうね電子タバコで紛らわせ、お酒も飲まないで、もうパチンコパチスロなんて面白くないからやらない、博打もしない、もうお兄ちゃんだけなんですよ俺の楽しみは。ね、なので私が遊んであげるわよという人がいたら、もうぜひぜひお願いしますよ。本当にもう立たなくなりますよ俺あと2年もすれば。ね、まあそんな感じなんですけど、
M1 がね先週ありました。ね、で今回その俺のねあの Facebook とか見てればもう M1 の時期はずっと M1M1 って僕言ってたんですけど、今回全然言わなかったので、あんまりそのもう M1 はいいかななんて思ってまして、なんとなくもう面白くない、面白くないんじゃなくて、なんだろうな、もう完全にもう吉本主体のね、なんかイベントになっちゃってるんで、これに踊らされるのもいかがなもんかというので、ただまあうちの娘はね奥さんからすると今回のも面白かったってずっと言ってるんで、後で見るんですけれども、予想なんて全然当たってないですね予想全然当たんなかったです、そこまで一生懸命見なかったんで予想が全然当たらない、ね、ジャルジャルが決勝3組には残るよ、ていうかもう最終組に残るよっていう予想ぐらいしか当たってないですよ。でミキかプラスマイナスが上がってくるよって敗者復活から言って、ミキは上がってるんですけど、その時は優勝あるって言ってたんですがね、4位ですからねもう全然ダメですやん俺みたいな。でそのそういうような状況ね、でもね家にいれば見ちゃう、見てもいいわけですよ、家にでももうそういうのも見ない、なぜかというと横浜にいたんですね、横浜に、宇都くんの知り合いのライブハウスに、あるシンガーがライブをやる、それがまあ8月9月ぐらいかな、に分かりましてね、香川行くって言うから、あそら行くよって言って、でチケット取っといてよ、あ分かった、すっかり忘れてましてだがお前2日あれだぞとか言われて、もちろん覚えてますよって、全然覚えてなかったんですけどあそうだって、うわ横浜めんどくせえ横浜めんどくせえって、もうねこの年になるとね、チンポが立たない、ハゲる、そういうのにプラスアルファ外に出たくないっていうのがあるんですよ。もうあんまり外にね、うろうろしたくないっていうのがありますんで、どうなのっていうような形だったんですよね。でもまあそれは宇都の顔もありますし、キャンセルするわけにもいかないし、持って一番ね聞いてみたい方なんで、ぜひ行こうと。でよしも行くとか言ったら、あ行きます行きますって言って、じゃあ3人で行こうかって、横浜の館内に行きましてね。でまあどなたのライブかと言いますと、横溝静止シリーズね、古谷一行さんがやってた、私がそうですね小学校3年生ぐらいの時にやってた、要は、7歳か8歳ぐらいの時にね、やってたテレビ番組横溝静止シリーズ、要はテレビ版の金田一耕助ね、古谷一行さんのね、シリーズがありまして、これが横溝静止シリーズっていうわけですね。それのエンディング曲を歌ってる茶木都さんという方のライブがある、いやそれは行くでしょうって、ね、今ネットでね金田一耕助茶木都って言ったらですね、まあ幻の人、ね、とあともう一つね、安住が如く、とね、っていうね2曲ね名曲がありまして、それがもう全部金田一耕助のエンディング曲なんですよ、これを生で聴かなきゃ、安住が如く峠あらば見るんですよ、これは聴かなきゃいけねえっていうね行ってきたんですよ。でも基本がフォーク的なカントリー的なあれなんで生なんですね。もうで僕なんかロッカーじゃないですかロッカーなんで、ああいうフォークとかも大っ嫌いですよ僕。ある意味フォークはバカにしてる存在、宇都がフォークやってたら、え宇都なんだそれって言って、かっちゃ悪いなおめえみたいな感じでね、フォークなんかやってんじゃねえよと、ダッセーな、っていうようなね、感じですごくフォークに対して差別があったの、ね、ねえあの素晴らしいっていうのが、まあフォークっていうかニューミュージックと言いますか、そういう感じですよね。だから君の行く身は、はい君の行く、ああゆるがうわーみたいな
もうみんな歌えと、俺なんか煽りありますよね、あの絶版の時でも煽りますよ、歌えっていう感じで。でもね、別にあの先に歌詞は言わないよね、うん、でもフォークの人たち言いますよね、うん、あなたはもう、あなたはもう忘れたかしら、あなたはもう忘れたかしら、うわ、達成うわ、恥ずかしい君の行く手は、君の行く手は、うわ、かっこ悪い、それ生で体験しまして、あれ楽しいよこれ楽しいよこれって言ってあれ楽しいじゃないこれって言って、すげえやべえよこれ、めっちゃ楽しいよこれって言ってね、っていうような形でフォークがいいなぁなんて思ってる時に、そのチャキさんがね、その金田一耕助の歌を歌うわけですよ。あのね、感動しましたね、本当に。なんていうのかな、まあ8歳ぐらいの時ですね、その音楽、でその音楽って実はものすごくそのなんかトラウマ級と言いますか、ずっとその8歳から51歳、ある意味43年間ぐらいずっと覚えてるわけですよ、メロディーから何か、うん、ね、ほんでラルク・アンシェルの誰かが昔聴いた曲でトラウマになってる曲があるっていう、うん、それがそのチャキさんのその金田一耕助シリーズの歌なんですよ。っていうぐらいいろんな音楽シーンで影響を与えた曲なんですよね、いろんな人の。もちろん俺だって今音楽やってるわけですから、そのマインドが流れてるわけですよ。これね、そういうのをね、生で聴いた時に、僕なんかボーカルやってるじゃないですか、今だからわかるんですよ、その彼女が歌ってるその技術の凄さがもうすごいんですよ。なんであんな口の開け方でこんなに声が共鳴するのっていう感じ。あれわーってこういうのがマイクほぼブワー会場に広がっていくんですよ。これ本物だこの人って言って、そりゃそうですよね、俺が8歳の鼻垂らしたら8歳の頃から歌ってらっしゃるんだから。で、ほんでもっとびっくりしたのが、もうギターを弾き語りなんですが、ギターが異常にうまいんですよ。何なんだこれはと、うん、ねえ、もうほんとずっと最初の頃はもうちゃらけてたんですよ俺も。ねえ、俺はロックンローラー、うん、もっと言っちゃえば俺の表現力はね、プロでもなかなかできねえよって言って、うん、と思ったんですけど、いや俺絶対無理この息には無理っていうぐらい本物なんですよ。感動しちゃって、うん、ねえ、でそれはそうですよね、奄美が如く棘あればとかいう曲とか幻の人っていうのは作詞がね悪友さんなんですよ。およそ300人です。で、悪友って言ったらもう本当にその秋元康みたいな、あんななんていうのかな、なんていうような歌詞じゃなくて、その要は全ジャンルなんかヒットを持ってるっていうような方ですよ。その人とね、今ね、チャキさん60歳いくつだから、15ぐらいだから、20歳ちょっとの小娘が悪友とバーンぶつかってね、2曲作ったわけですよ。ね、だから40何年間経っても俺は覚えてるし、もっと言っちゃえばネットでもすごく再生数されね、すごい再生数だし、もっと言っちゃえばそのラルク・アンシェルのね、メンバーの人がトラウマになった曲があるんだっていうぐらいの影響力があるわけですよ。それは本物ですよ。ヨシ君が久々に本物を見たって感動してましたからね。うん、ほんでそのなんていうのかな、俺もね、別に意識したわけじゃないんですけど、本当その時犬神家の一族の T シャツ着てたんですよ。でこうで終わった後に初めてですね、すいません写真一緒に撮ってもいいですかって言って頼んだの。君たちの気持ちがよくわかる。で俺と写真撮っていいですかとかいう気持ちよくわかる。で、ああいい、ええよっていう話で、大阪の人、関西のね、京都の人なんで、で、すいません、フェイスブック上げてもいいですか俺初めて言いましたよ達成みたいな話でね、うん、でも写真持って、ほんで
あのその時はまだこの格好しててこういう写真撮ってたんですけど、あのチャキさんものすごく嫌かもしれないですけど、僕こういう T シャツ着てましてって言って、あのスケキヨじゃないスケキヨやんって言って、あ、嘘こっちの方がええやんって言ってね、すごいファンキーなお母さんだったほんでそのスケキヨの T シャツ着たバージョンとチャキさんと一緒にこう写させてもらったんですよ。これって金田一シリーズね、金田一の実写版のマニアからするとすごいツーショットなんですよ。何がツーショットかっていうと、俺とチャキさんじゃないんですよ、チャキ都という人と映画版のスケキヨの絵がツーショットで写ってるっていうのがすごいんですよ。で、例えば市川コンバージョンの犬神家の一族のでどうしても外せない、絶対に外しちゃいけないのは実は金田一航介もそうなんですけども、それ以外だったら絶対外しちゃいけないのは、よし分かった、あのね、加藤武さんとスケキヨなんですよ。この二人は絶対にいなきゃいけないんですよね。ほんで片やそのテレビ版は、古谷一行さんじゃなくてもいい、うん、ね、長戸勇さんでもじゃなくてもいいみたいな、あ、西村京さんだ、犬神家の一族はね、うん、ね、そういうね感じでどうしてもって、でもそれはあくまでもキャスティングであって、それ必要、まあ古谷一行さんは必要かもしれないですけど、でもあのエンディング曲を歌ってたチャキミヤコさんは絶対に外しちゃいけないんですよ。金田一シリーズの映像のその歌歌詞っていうかね、歌詞ついた歌をその歌う場合ね、もうチャキさん以外考えられないんですよ。おうね、だからそのあの片や写真だけですけども、とツーショットだっていう方がもうマニアからすると、おお、こいつ分かってるなみたいなっていうような感じですね。すっごいもうファンキーなお母さんで、うん、ねえ、あの今度やあのライブやるって言って、ライブやるよ、いや、やっちゃう、やりますって言って、やろうって言って、何、あの、まあ、2曲あの金田一聞きたいって言うから、いや聞きたいですよそれはって言って、うん、あ、ほんま、でもあの幻の人ってあれ難しいやんって言って、難しいやんって、自分の曲でしょって言って、いやいやいや、あれ難しいやんって言って、私もあんまりやりたないねんって言って、って言ってすごいファンキーなお母さんでして、でも本当にね、僕がその聞いてて本当に思ったのが、あ、これみんなに聞かしたいと思ったんですよ。例えば Z& バンドのそのライブとかで対バンとかね、いろいろあると思うんですけれども、まず最初に思ったのが息子に聞かしたいと思ってね、音楽やりてえって言ってた息子にチャキさんの歌を聞かしたかった、うん、でその次はもう絶版のね、そのファンの人たち、この人たちにも聞かしたいっていうのがあったんですね。それぐらいそのなんていうんですか、その本物、うん、本当の実力のあるっていうか、もう技術があって表現力があってね、素晴らしいっていうね、まあ、まさしくその歌手じゃないんだよな、歌手じゃないんだよな、うん、もう表現者なんですよね。もうなんていうの、あの人こそロックンローラーのような気がする。うん、もうお二人でやってるんですね、今はね、岩崎さんっていうね、岩瀬京子さんというね、シンガーソングライターの人と一緒にツアー回られてるんですけど、その方は歌手なんですよ、本当に歌がうまい、うん、歌手なんだけど、チャイヒさんが歌い始めたらみんな耳がそっちに行っちゃう、うん、で、まあ掛け合いでね、歌う時にそのすごいお上手な方とね、そういう個性的な方っていうのをコンビがありまして、これがすごくスイングしてて聴いてて気持ちいい、うん、でもやっぱりそのなんていうんですかね、格と言いますか、うん、そういったものをもう本物だから出せるっていうね、この形がありまして、僕からすると本当に感動の一日でございましたね。だからその主題歌のね、アザミがごとくトゲあればという曲やられた時に、本当に金田一航介が見えるんですよ。金田一航介が歩いてるんですよ、うん、バンドでね、もうちゃんとリズムがいい、すごい、ね、
今ネットで聴けるのはそっち部バージョンですね。うん、で4人囃子っていう人たちがアレンジしてたっていうのがびっくりなんですけど、すごい有名な方たちなんですけどね、歴史に残る、その人たちがそのアレンジしてたっていうのを初めて知ったんですけれども、アコースティックので聞いた時に、それでも金田一耕助が歩いてるんですよ。うん、で金田一耕助の歌ではないんですよ。でも俺らからするとそのやっぱり金田一耕助の番組の主題歌だったっていう風になった時に、改めて聞いてると金田一耕助が歩いてるんですよ。それってすごいなーって言って、ね、ああいう今のね日本のあれで主題歌とか言っていろいろありますけれども、なかなかそういうのはね、燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム、そりゃガンダムって言ってりゃガンダム見えるよねっていうねそうだよねって言って、ね、仮面ライダー仮面ライダー、それ見えるよね、仮面ライダーって言ってんだからって言って、ね、でもまあそれが主題歌っていうのもあるんだけれど、そのアレンジを変えた後でもちゃんと見えるっていうのはやっぱりすごいなっていうふうに思いましたね。金田一耕助がちゃんと歩いてたっていう、だからすごく、もしね関西の人がいたら、大阪でこう京都と大阪で今度ライブやられるみたいなんで、ぜひ行かれてみたらどうでしょうかとね、調べれば出てきますんでね、茶木宮古って言ったらパッと出てくると思いますんで、ぜひ関西の人はね、もう終わってんのかな、わかんないんですけど、今この時期だったらもう関西終わってるかもしれないんですが、もしちょうどその頃かもしれない、ね、ぜひ行ってみたらどうかなと思いますね。なんかもうフォークに目覚めちゃいましたね。フォーク悪くねえじゃんって言ってなんか憧れちゃうなって言って、フォークの人っていうかね、チャクさんもやってたんですけど、こう弾き語りながら話するんですね。ね、ほんで話して、まあ最近は MC やりながらですよね、だから最近はね、12月って言って寒いかなと思ってるんですけど、トンタントンタントンタって弾いてるわけですよ。で12月本当は寒いっていうふうに思うんですけども、最近ものすごく暖かいですね。この暖かさがずっと続くといいんですけれども、ね、やっぱり大事な人とかそういう人たちと、ね、寄り添って暖かいものを作っていくというのも大事だと思います。あなたのーって手走るんですよ、これかっこいいやおいって言って、腹立つなって言ってトゥンタン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 って、君のーって言って始まるわけですよ。あれフォーク独特の入り方ですよね。腹立つわー、これやりたいわーと思ってこれやりたいわーってフォークのこの入り方やりたいんだけどただそれはギター弾きながらじゃないと無理だよって、俺がチント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 ンって言ってお前が歌い始めるいつなんだよって言われてみれば。でこの前セカンドストリート行きまして、ギターフォークギターのところで、まるでトランペットを欲しがる少年のようにギター買おうかな今からどこまで上手になれるかな今からやっても間に合うかな、っていうふうに思いましたね。ねえ、ほんと素晴らしかったですね。だから僕フォークにも目覚めて、素晴らしい愛よって言ってやろうかなねえっていうような話でね、頑張っとるわけでございますよ、畜生さて今日の場所は、今日の場所はですね、これはちょっとまあ、よし君が見つけてくれた場所なんですけども、まあいろいろ調べて裏を取ってくれるとですね、侍が仁王立ちでいるっていう目撃なんですごく多いと。でそこお墓らしいんですけれども、その侍
の人を祀ってるお墓があるらしいんですよ。でそこのその周辺にてかそこの近くにお侍さんがそのこう仁王立ちで立ってるっていうのをいっぱい目撃されてる。どういうお話だったかというと、昔そこでそのお侍さんがのたれなんか傷で負傷されて、その村の人たちが手厚くね、手当てをして解放したんだけれども、結局その手遅れで亡くなったらしいんですね。で、あかわいそうなことになりましたねって言ってちゃんと祀ったお墓らしいんですよ。でそのお墓の周辺にお侍さんがその今持てると、うん、いうような話で今でも目撃されてると、うん、いうことなので、そこに行ってみてくれと、いうような話なんで今から、行きたいと思います。はい、まあね、もうそろそろまた地方にね行こうとは思ってはいるんで、あれなんですけど、まあそんなしょっちゅうしょっちゅうね地方に行くお金がないのでね、出してくれよこの野郎みたいな話です。はい、というような形で、ひとまず目的地です、目的地ですと言われて今のところ曲がらなきゃいけなかったのに曲がれない。なるほどね。これがなんて一人でやってる人間の辛さですな。超えとるかなって言って、しかしね、そのよし君からのメールで簡単にもしかすると見つかんないかもしれませんって言われて、その墓をそんなとこお前ちゃんとないのか、案内とか観光名所とか、そんなんだよ、いやないでないですって言って、お前それ本当にあんだろうなって言って、っていう話をしてたらあるみたいなんでね、頑張りたいなというふうに思ってるんですが、この頃ねものすごくそのなんて妖怪アンテナがもう発動しますんでね、実際のところですね、あんま行きたくないんですよ本当に。ねえ、というか妖怪アンテナをこう張り巡らさないと、急に不意打ちで来られたって勝てないんでね。この左でこう行って道沿い、あの素晴らしい、そんなん言うてる場合じゃないよ。はい、このナビで見るとこれを左、これまず探さないとダメだろう。探さないとダメでしょこれ。誰、私の噂をしてるの、やだもう。あれ、これは残念なお知らせが、駐車場がないよ。じゃあもうここに行こう、ここにもうちょっともうカチカチさせるしかないよね、さも人がいるように。はい、じゃあですね、ガチさん持ちまして行きたいと思います。いいとこ行ってます。はい、よいしょ、カードが残っています。とまあこういうようなですね、公園とかいうのじゃないみたいなんだよな。これは公園なんだけど、
ここら辺の近辺にあるっていう。本当に？まあいいや。はい、じゃあここから探します。まず、まあ地図的なものはよくわかんないんですけども、妖怪アンテナ発達したらわかるんじゃないかなというふうに思って、お侍さんの霊を探しに行きます。ここから先は有料です。後半もお待ちしてます。